さあ、今回はアニメ魔法少女に憧れて第2話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。今期の派遣、汚いシャイ、汚いプリキュア、これが今期の楽しみ。エロアニメきたー。パンツ脱いで待ってた。パンツ脱いでるけど別に楽しみになんかしてなかったんだからな。俺が大好きな感じのやつ。開幕前夜、前田香織さんと古賀葵さんと津田美奈美さんが出演していて、主題歌を村上夏美さんが歌ってるから実質アイカツスターズ。いきなりエチエチ、オラオラ BPO かかってこいよ。シコ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 、素晴らしいアニメだ。けしからん、もっとやれ。あくまでイメージです。待ったよりまった。放送バージョンと憧れバージョン、超憧れバージョンがあるらしい。また海外に来た力変態扱いされんぞ。潤っちゃう。授業中の妄想かよ。主人公席溜まってるんだな。机の感覚が安定してない。家のお手伝い、個性的な髪色、小中大エッチな悩みごと聞いてあげたい。原作買って先を知りたい気持ちと何も知らずアニメで楽しみたい気持ちが葛藤してる。優しい。言えるわけがない。じゃあお尻出してください。脇触らせてください。いい人そう。清楚で可憐、心が綺麗でいい人ってなんか闇落ちさせたくなるよね。稲荷神社か。困った時の神頼み。申しませんようにカッコフラグ。神だが断る。あの人わらわら。あれは人なのか。人手なしではあるなわら。あ、エロ本落ちてる。なんで神社にエロ本が。お宝じゃん。エロ本が落ちてる神社。その時うてなに電流が走る。よせ、孔明の罠だ。私気になります。小学生かな。 SM に興味がおありで。なんという甘美な響き。英知な本だ。神様からの贈り物。神風が吹いた。都合良すぎわら。金箔マジ超強わら。今時こんなエロ本落ちてることある。エロくないじゃん。このむっつりさん目。誘導されている。露骨すぎる。罠じゃねえかわら。巻き絵わらわら。よし、巫女さんか。魔法少女といえば巫女。金箔、金箔。作画の気合の入れようが段違いで草。あん。こういうのはもっと肌にツヤを出さねば。静止画だから作がいいな。お勉強中。その本大丈夫？静止とかついてない？こんなとこで読むなわら。先週やったやつ。してましたねー。知らずにやっていたとは。やはり天才か。じっくり読んで復習しとかないとな。やはりお前かわら。己黒べえ。直接渡さずに、あえて本人に拾わせるやり手。なんか漏れてる。抑えきれないリビドー。はい、エロ勇士かな。順次は、一人で境内の掃除偉い。もしかして巫女さんの金箔プレイ期待できる？フラグ立てるなわら。即フラグ回収わらわら。秒で終わる穏やかな日々。ダメみたいですね。危機管理。変身バンクなし。ドスケベパワーで変身しちゃったか。ムラムラすると変身してしまうのか。オチオチエッチな妄想もできないな。見つかっちゃった。何をしていたかって？自家発電を少々。神聖な神社の敷地でエロ本読んでました。あわわわわ。悪徳残。切りかかってくるの普通に怖いんですが。全集中水の呼吸。一の肩、水面切り。容赦ねえな。BGM 良すぎてムカつく。回避能力高い。逃げるなぁ。お、これ使えそうじゃん。応用が効く能力。呪いの仮面。そうはならんやろ。これで魔法少女操れたりできないのか。逃げるんだよー。どうした？ちょうどいい感じの質ですねー。ムラ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 。魔が差したかわら。目隠しプレイだな。気配も感じられない。季節して悪役っぽい攻撃になってる。サディストの波動を感じる。やる気になったかわら。相手が弱くなった途端にわら。煽りよるわら。ノリノリやん。エロ本設置しただけでここまでやってくれるの予想外の成果。悪の女幹部の才能ありすぎる。いいね、調子出てきたなわら。へ、どこへ行こうというのかね。ぐへい。この顔である。優越。いい表情しやがってわら。発情してる。屈服の時間だ。単語帳の BGM おさわりし放題だ。やったぜ。最初はフェザータッチで感覚を鋭敏にしていく。素晴らしい。世界よ、これが日本だ。ガチレズテーテー。ご覧の映像はリンパマッサージの健全な施術です。いいぞもっとやれ。絶叫。俺たちは一体何を見せられているんだ。
切っちゃったか。地獄かよ。まだまだこれから。サワサワしてる。痴漢、変態。え？これはたまらんって顔わらわら。ウテナさぁ。楽しんでるなぁ。これ以上はまずいですよ。またお開け。グエヘイ。こいつ。カンギマリアンわらわら。ウテナさんマジパネっす。気持ちよくなっちゃう。隅々まで丁寧にリンパマッサージしています。リトさん級のテクニック。ナイスアイブ。ふぅ。どれだけ楽しんだんだ。完全に事後だ。やむちゃ。汚されちゃった。もうお嫁に行けない。今日はここまでってわら。これ以上があるのかわら。完全に悪の女幹部だわら。楽しい状況。いけないことを教えるアニメ。変身が解けた。起きたな。やり逃げやんわら。涙目わら。興奮してる。ほてりが収まらない。お前ら遅すぎわら。おかげで十分楽しめた。ありがとう。巫女服の下はノーブラか。大丈夫ではない。調教済み。ほけー。目覚めてしまったか。いい攻めだったね。もっと褒めたたえるべき。ウテナ最高だったよ。君ほどの才能は稀だ。もぞもぞしてる。今夜は眠れそうもないなわら。攻める攻められマジやべえぜ。SM 本を見て、ウテナが所要のあれこれに気づくことでういういしさが消え、すがすがしいくらいにプレイを始める流れがいい。少しだけそれぞれの個性と性癖も垣間見え、今回もとても楽しく面白かった。ブリューレイ売れそうですね。クソ面白いエロアニメに出会えて歓喜。魔法少女に憧れてには、ウテナの魔法少女3人が全裸の妄想から始まる。にしても、エロ本に釣られるってわら。お面で目隠しプレイのマジアアズール。彼女は楽しい時間を過ごせたようで。ろうそくプレイのマジアサルファ。舐め取ったらしばくで。とウテナに反撃。今回も満足しました。小ぶりな乳房の描き方が良い。あの左右の丸みラインの間に距離があるやつ。エッチだ。ちょっと過激だけど面白かった。庭もエチチチチチチすぎるだろ。俺は、魔法少女に憧れての円盤を買うぞ。庭にして作画がガッと起きても気にしない。この番組は最高だ。これ、放映して大丈夫なの？いいね、いやマジで。マジやべえぜ。1話で飛ばしすぎたか。魔法少女に憧れて。やっぱり面白い。マジアサルファを見てもわかるように魔法少女側も一筋縄にはいかない癖の強さがアニメを盛り上げてくれそうで楽しみ。でもマジアーズールは落ちてしまったようでこちらもこの先どうなるか楽しみ。庭にして露骨に動かなくなってきてて心配。頑張ってほしい。漫画見てたけどアニメ最高や。今週も面白かったです。エロ本から SM を学ぶ女幹部。今回は目隠し、ろうそくという基本で攻めてきたか。気になって漫画ちらっと見てきたけど、本当にマシマシに持ってんな。ありがとう。アズール一番キョロそう早速落ちてんな。一番開発が楽しみだ。SM 映画社もエグいけど、戦闘シーンもだんだん激しくなっていくので、アニメでどれだけやってくれるか今後も期待だな。気の強い方言の魔法少女が悪の女幹部に恥ずかしめを受けるの、ちょうど足りてなかったんだ。すっごく助かる。ありがとう。魔法少女に憧れてに出てくる悪い妖精、声が福園美里さんなので踏み金氏のイラストに出てくる黒宮藤吉かに見える。魔法少女に憧れて、やっぱり好きかもしれない。推しやフィクションによるエンパワメントみたいな言説にいまいち乗れないの、それが高社会的なものに限定されていて、道徳的に許されない願望をエンパワーしかねないものは規制可能だという理屈になりかねないからなんだけど、魔法少女に憧れてはそこに踏み込んでると思うのよね。どんどん S の道に目覚めていく悪の女幹部と M に目覚めていく魔法少女、いいよね。令和にろうそく攻めとかしていいんだ。いいアニメだ。魔法少女に憧れてはすごい刺さる。こういう系のアニメは久しぶりかも。ドストライクだしエンディングも好きわら。男であれば一度は妄想したことが詰まった作品。ただエロいだけと思いきやなかなか面白い。絵は好みじゃないけど、十分、ATX 入り直そうかなー、と思わせる作品。わ、犯罪的だー。こんな放送コードギリギリまで攻めるユリスケベアニメが見られて感謝しかない。魔法少女も一人ずつキャラが立ってきたな。黄色い京都弁の子好きかも。ウテナとの立ちかける立場取る期待しちゃう。光線めっちゃ邪魔わら。たまたま TV つけた受験生がドハマりして受験に失敗しかねない危険な作品。来週も楽しみ。今週は目隠しプレイ&ろうそくプレイで魔法少女へ接感だ。今週もおっぱい完全解禁で ATX 大勝利。
魔法少女に憧れてめっちゃエッチすぎる。アニメには見たけど、全体的にクオリティがかなり落ちてしまってたな。やはり神アニメ。うおお、魔法少女に憧れて全巻漫画買おうかな、買っちゃおうかな。ここまで心に来てるのはゾンビランドサガ以来やもしれん。黄色つえー。3話になっても間に合わなそうだな。おもろいけどもうちょい作画頑張れ。これが冬アニメの覇権だは間違いない。あとは作画が保てば、頑張れ制作。はい、というわけで、魔法少女に憧れて、第2話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、高評価ボタンをお願いします。もし興味があれば、他の動画も見てみてください。